ニカ対覚醒ルッチと悪魔の実の正体。皆様ピース第戦69話見ましたでしょうか。第戦69話を一言で言うとすれば、ニカ対覚醒ルッチと悪魔の実の正体でしょうか。衝撃の展開でツイッターのトレンドにもワンピースが乗るほどエグい展開でした。ということで今回はワンピース最新戦69話について徹底考察していこうと思います。本考察動画は本誌単行本で第戦69話を見た方への内容になっておりますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。では第戦69話の考察なんですけども、ルッチの覚醒能力、セラフィムと戦闘まで、海軍とキザルの思惑、悪魔の実の真実、ルッチの狙いと今後の展開、闇金王ルフェルド再登場。それでは考察をお楽しみください。前回第戦68話にてエニエスロビー以来、本編では実に15年ぶりの再会となったルフィとルッチですが、当初はお互いに様子見、ルッチが政府の島だぞというとですね、ルフィも確かにと言ってそこまでですね険悪な雰囲気ではなかったんですが、ルッチのですね録音がにより重傷を負ったベガパンクアトラスを見たルフィは、アトラスに飯を食わせてもらった恩義があると言ってルッチと戦闘を開始します。そしてここで驚いたのがルッチの進化でしたよね。麦わら、強くなったのは何もお前だけじゃない。なんとですね、力を解放したルッチの姿は猫猫のミーモデルレオパルド覚醒フォルムと記され、ルフィがですねギアフォースやギアフィフスの時にまとう蜘蛛の羽衣のようなものをですね既存の人獣型に追加でまとってるんですが、ギアフィフスとですねその蜘蛛の色が黒くなっているのが違っています。そして色の違いこそあれど、このですね蜘蛛をまとうという現象はヤマトの人獣型の時にも現れていたので、ゾーン系の悪魔の実が覚醒に至った時に発現するということが推測できます。となるとヤマトはですね覚醒に至っていて、カイドウはですね覚醒に至っていなかったということなのでしょうか。またインペルダウンの極卒中たちもクロコダイルの発言が正しければゾーン系悪魔の実を覚醒させていたはず。この時に雲のような羽衣が描かれていないので、全てのゾーン系悪魔の実の覚醒が羽衣の形で現れるというわけではないようです。さらに釈迦がゾーン系の覚醒は人格を取り込まれてしまうことが多いと語っていることから推測すると、白色にせよ黒色にせよ、この雲の羽衣は人格を保ったままゾーン系の覚醒が起きた場合に顕現するという可能性が高いと思われます。そして話を戻すんですが、空中戦の様子が少しだけ描かれていて、空中を自由自在に飛び回っているギアフィフスのルフィにですねついていけているように見えるので、ルッチはですね空中をある程度自由に動ける能力を得ているように思われます。また今回はですねギアフィフスのルフィに振り回され圧倒されてしまったルッチですが、それでも世界最強の生物カイドウを KO してしまうレベルのルフィに瞬殺されていないというだけでもですね、ルッチの耐久度はですね作中屈指のレベルであると言えますよね。さらにですねギアフィフスに吹っ飛ばされていた殴り合いの時にはですね、一瞬カイドウとルフィで起こったような覇王色の稲妻の衝突が見られたことからですね、もしかするとルッチは覇王色なきも使えるようになっていると思われます。また今回戦闘丸を貫いたですね新技主眼も注目のポイント。もともとの技であるですね主眼は詳しく説明されてないんですが、一本の指に覇気を集中させて硬化させることで相手を刺し貫く技だと思われるので、その範囲をですね腕全体に広げられるということは、必然的にルッチの武装色の覇気の連動がエニエスロビーの時の数倍にまで高まっていると推測できます。とこのようにですねまだ描写が少ないんですが、現状分かっているルッチの進化をまとめると、悪魔の実の覚醒による空中機動力、ギアフィフスに瞬殺されないほどの耐久力、覇王色の覇気の習得、武装色の覇気の進化とですね、これらの描写だけ見てもワノ国でカイドウに僅差で敗れた時のギアフォースルフィ程度はあると思われるので、カイドウに次ぐくらいの実力は得たといえ、そうなるとゾロやサンチジンベエではかなわないぐらいのですね強さはあるのではないでしょうか。当然ルッチは2年前の時点から進化を遂げているとは思っていたものの、ゾーン系の覚醒によりですねギアフィフスルフィの攻撃にも耐えられるレベル2までですね至っているなら、ルッチ単独でルフィの足止めはできるほどの強さといえ、 CP0 のベガパンク暗殺が成功する可能性が見えてきました。そして顔見せ程度で登場し軽く戦闘したぐらいで、まだ本格的な命のやり取りのような戦いとまでは描かれていない3体のセラフィムですが、クマセラフィムの戦いを見る限りでは波の CP0 では歯が立たず核を上回るレベルの強さであると思われます。そして今回セラフィムの命令系統が解説されました。ステューシーが言及したのはセラフィムの意見順位です。 CP0 および海軍にはですね意見チップと呼ばれるですねセラフィムに指令するための装置が渡されているものの、それよりですね優先順位の
高い人物が設定されている模様。そしてその順位はというと、1位がゴロセイ、2位がドクターベガパンク、3位がセントマル、そして4位がイケンチップ所有者とこのようになっています。そして当然意見順位が高い人物からの指令が優先され、今回第1069話では第4位である意見チップを持った核がエスベアに攻撃命令を出したものの、順位3位のセントマルが出した指令を優先し、エスベアは CP0 たちを攻撃していました。そして順位が1位であるゴロセイであっても、全然虫を通してだと指令が効果がないとのこと。しかしこれは分かりやすい伏線であるように思われます。というのもですね、第1069話のラストでセントマルがルッチの主眼によって重傷を負い、おそらくですね指令が出せない状態になってしまいました。そして先ほども説明した通り、直接の指令でないとですねセラフィムを動かすことはできません。よってルフィとルッチの戦闘場所で現状最優先のですね意見順位を持っているのは4位の意見チップを持ったカークなんです。つまり次回でセラフィムたちがカークの指令を受け、ルフィたちに攻撃するのはほぼ確実。これによりパワーバランスはですね CP0 側に一気に傾くと思われるんですが、チョッパーがベガパンクアトラスをですね多少直すことができれば、アトラスの意見順位は2位、つまりセラフィムの指揮権を取り戻せるので、これによってですねこの戦闘の勝利条件が複雑になってきたと言えます。またですね、意見順位の1位がゴローセであると今回明かされたのもポイント。これはメタ的に考えれば、将来的にベガパンクの指揮下にあるセラフィムがですね順位が上であるゴローセの指令により寝返るという未来が待ってるのは必然。それがここエッグヘッドなのか、それとも来るべき巨大な戦いであるかは不明ですが、いずれにせよゴローセが最前線に立ち、セラフィムと共に大きな敵として立ちはだかるのはですねそう遠くない未来であると言えます。時同じくてニューマニフォードにある海軍本部では、ベガパンクには CP0 の目的がバレちょったっちゅうことか。赤犬坂月がこのように愚痴をこぼしていたんですが、ポイントなのはですね CP0 の目的であるベガパンク暗殺任務を海軍元帥である赤犬が把握しているということですよね。つまり海軍、少なくとも赤犬ら上層部はドクターベガパンクの暗殺任務を理解し、それを黙認していると思われます。そして赤犬といえば徹底的な正義、悪は可能性から根絶やしにすべきという考えを持っているので、世界政府の支配体制に一石を投じる可能性があるベガパンクのエネルギー研究はやはり赤犬にとっても危険なものということでしょう。しかし気になるのがですねキザルの目的ですよね。赤犬の部下がかねてからの作戦ですでにエッグヘッドに向かっていると言っているので、 CP0 のベガパンク暗殺任務とは別の目的でキザルはですねエッグヘッドに向かっているようです。そして海軍とエッグヘッドとの関わりから考えて想像できる任務といえば、やはりコビー大佐の一件だと思います。ここはエッグヘッドも近い、セラフィムも連れ出してよ。第1061話、コビーの親友であるヘルメッポがこう言って上司のプリンスグルスにコビー救出をお願いしてたんですが、海軍の現状の投機戦力といえばセラフィムであるというのがですね海軍全体の共通認識であるように思います。そして赤犬からすればハンコック打破も失敗し、その作戦の中心人物だったコビー大佐も黒ひげに捕まったとなるとですね海軍の威信も地に落ちる。そして海賊を調子に乗らせたくないと思う赤犬は、やはりコビーを黒ひげの元から救出したいはずなので、そのためのですね戦力としてキザルを向かわせセラフィムを数体借り出すというのがですね海軍がエッグヘッドに向かう目的なのではないかと思ってます。しかしそうなるとですねキザルには特に CP0 に従う理由はないんです。というのもですね CP0 がベガパンク暗殺任務を成功させようとさせまいと、セラフィムを借りること自体には影響がないんですが、ベガパンクが存命である場合ですね、その命を狙った CP0 や世界政府側である海軍にセラフィムを渡すはずがないからです。つまりセラフィムを借りるキザルとしては、確実に CP0 がベガパンクを暗殺できるという状況でない限り、ベガパンクに恩を売ってセラフィムを借りた方がいい。さらに四皇麦わらのルフィがベガパンク側で戦っているので、キザルはなおのことベガパンク側に手を貸す理由が揃っているんです。しかし第1069話のラストで少し話が変わってきましたよね。というのも現場に出ている S シャーク、S ホーク、S スネークの3体を指揮しているセントマルがルッチにやられ、おそらく CP0 側に指揮権が奪われていると思われるので、それらの核を優先するならキザルは CP0 側についてもいいからです。またですねキザルに因縁のある相手といえばゾロが挙げられます。一発 KO とは随分疲れが溜まってたんだね、ゆっくり休むといいよ。シャボンディ諸島でのキザル、セントマル、クマとの戦いの時、満身創痍だったゾロはですねキザルになすすべなく殺される寸前まで行ってしまいました。そしてレイリーの助けなどもあり、この場は軽くも切り抜けたゾロだったんですが、ミホークにもう誰にも負けないと誓ったゾロがキザルに負けたまま終わるとも思えないので、キザルが CP0 側についた場合ですね、サウザンドサニー号に残っているゾロがリベンジマッチとしてキザルと再戦するという展開は十分あり得ると思います。よってキザルは現在の戦況からすると CP0 につく可能性がやや高いとはいえ、キザルのことをおじきと呼んで関係が深いセントマルがルッチにやられたのもあって、その報復も兼ねて麦わらの一味と一時休戦し CP0 を叩くという可能性もゼロではありません。
本編にいずれ登場するある博士が悪魔の実という存在がどういうものなのか説明してくれるはずです。いずれね。ワンピース48巻に収録されている SBS にて小田先生がこのように記載していた悪魔の実の秘密、ワンピースの物語が始まって以来長らく謎に包まれていたその全貌が少しずつ浮かび上がってきました。悪魔の実とは誰かが望んだ人の進化の可能性である。ああなれたらいいな、こうなれたらいいな、多岐にわたる人類の未来が能力である。ドクターベガパンクの仮説によると悪魔の実とは過去の人間の進化によって作り出されたものであり、誰かがなりたかったものの具現化であると言います。言い換えれば人の夢の具現化となると、人の夢が強ければ強いほど悪魔の実も強くなるはず。ゾーン系の幻獣士が極めて強い描かれ方をしてきたのもこれなら納得がいきます。つまり悪魔の実が人の願いにより生まれるということは、モデル生類やモデル2価のような現実には存在しないような幻獣士は人がそれを夢見ることで生まれるということ。裏を返せば世界政府そして五老星が歴史からその存在を消して探すことすら禁止しているというのは、それらをですね多くの人が夢見た結果凶悪な悪魔の実が生まれるのを防ぐためだと推測することができるんです。さらに気になるのはですね、悪魔の実図鑑などの古代の書物の存在です。ゴムゴムの実なんてものは古い悪魔の実図鑑には載っておらんのじゃ。このベガパンクの発言とその後ルフィの姿をニカと断定していて、古くからの書物にはですね白い戦士が記載されているという事実から考えると、ルフィのギアフィフスの姿は800年前、つまり巨大な王国と20の連合国との戦いですでに発言していたものである可能性が高いと言えます。そして五老星が800年もの間世界政府がその実を探し続けていたという話から察するに、このギアフィフスそして解放の戦士ニカとは巨大な王国の最大戦力であり20の連合国に脅威をもたらした存在であったと考えるのが自然となるとですね、悪魔の実図鑑という書物があるように悪魔の実が体系化されていて、その集大成が人人の実幻獣種モデル2価であると考えられ、その悪魔の実とは巨大な王国によって作り出された人工的なものなのではないかという仮説が成り立つんです。そしてそれを裏付ける根拠がワンピースフィルムレッドに登場するトットムジカの魔王、小説版ではその存在を次のように説明されています。寂しい、認められたい、誰かに見つけてほしいといった歌を愛する人々の負の感情の集合体。つまりトットムジカは夢と負の感情の違いがあるとはいえ、人々の夢を具現化した悪魔の実の仕組みと非常に似通っているんです。さらに映画のパンフレットではですね、魔王とは遥か昔現れた存在でありエレジアに封印されていたものだと説明されています。となると必然的にこの遥か昔というのは空白の100年のことであり、トットムジカは姿形こそ違えど悪魔の実と同様の手段で巨大な王国によって生み出された古代兵器の一種だったのではないでしょうか。つまりこうなってくると他の存在する古代兵器も同様の仮説が当てはまってきます。すなわちですね、人の思いの具現化によってとてつもない力を含んでいる悪魔の実を食べさせた物体こそが古代兵器であるという線がかなり濃厚になってきたと言えます。そして本編に話を戻すと、ルフィのギアフィフスについてある可能性が湧いてきます。それはニカという存在は存在せず人々の願いから生まれた架空の神である可能性です。他の幻獣士や神の名前はですね、僕らが生きている現実世界と共通の名前が割り振られています。その中でもニカはおそらく唯一現実世界に名前がない空想の神です。これを今回明かされたベガパンクの悪魔の実の秘密に当てはめてみると、本来存在しなかったであろう解放の戦士太陽の神ニカというですね架空の存在が20の連合国に弾圧されてきた人々の願いから悪魔の実となって空白の100年に誕生したという流れが予想されます。しかしそうなってくると同時に疑問も湧いてきます。それは人々を苦悩から解放する戦士である太陽の神ニカが巨大な王国の戦士であったなら、この無敵の存在であるニカがどうやって20の連合国に敗れたのかということです。五老星がその存在を恐れていることから間違いなく20の連合国はニカに苦戦したんでしょうが、現状世界を支配しているのは20の連合国の末裔である世界政府そして天竜人、つまり本編にはまだ本格登場していないニカを倒し得る何かの存在が最終章には控えているということになるんです。それがイム様の操る上空に存在する巨大な何かなのか、それとも黒ひげやロックスと関係する何かなのか、はたまたワンピースそのものなのか、この正体がベガパンクが語る空白の100年とともに次第に明らかになってくると思うので、引き続き考察していきたいと思います。司令塔は消すだけだ。セラフィム、
我々の指示に従え。今回第戦69話のラストでルフィに圧倒されていたはずのルッチが何事もなかったかのように戦闘丸をですね主眼で攻撃し、おそらく戦闘丸はかなりの重傷を負ったと思われます。そしてロブルッチたち CB0 の任務はベガパンク本体、そしてですねサテライト全員の暗殺。そうすると最優先ターゲットはおそらくベガパンクの脳みそであるパンクレコーズの破壊だと思われます。つまりここで4個となったルフィと正面対決をしているのは仲間ルッチの意地によるものでしょう。麦わら、強くなったのは何もお前だけじゃない。そしてルッチ自身がこう発言していることからわかるように、ルッチにとってルフィに敗北したことはですねずっと心残りになっていて、今回見せた覚醒フォルムへの進化もおそらくルフィへのリベンジのために習得したものではないかと思います。とはいえですねルッチもバカではありません。ルフィのギアフィフスモデル2以下の覚醒を目の当たりにしたことで実力差は痛感したと思われるので、1対1のこだわりを捨てベガパンクをですね殺害できる可能性が高い方に舵を取ったと思われます。なぜですねセラフィムのコントロールを奪うことによって集団戦に持ち込み混乱に乗じて各ベガパンクを暗殺していく作戦。先ほどセラフィムの項目で解説したんですが、セラフィムへの指令の基本条件として電電虫などを介さない直接の言葉が必要というものがあります。そしてこの場にいる意見を持つ者として2位のベガパンクアトラス、3位のセントマル、4位の意見チップを持つ核、この3名が挙げられますが、アトラスは言葉を発せないほど重傷を負い、セントマルもまだ詳細は不明ですがおそらく重傷だと思われるので核がセラフィムの指揮権を握る状況。つまり次回第1070話ではセラフィムが CP0 側の思いのままに操られ、ルフィたちがカズの暴力で押されるといった展開になる可能性が高いと言います。そして第三勢力となる海軍の到着もポイント。大将の一人キザル・ボルサリノもエグヘッドに向かってきていて、普通に考えるならキザルは CP0 側に着くはずなので、時間が経つにつれ状況は麦わらの一味およびドクターベガパンクにとってですねどんどん不利になっていくはず。とはいえですね第4第5勢力の存在も示されています。海軍機密特殊部隊ソードもエグヘッド近海で待機していて、ヘルメッポとヒバリはゴビを黒ひげから奪還するため何としてもベガパンクからセラフィムを借りたい。さらにですねファシピスタに改造されたクマも意思がないはずなのになぜか自立行動を取り、ドラゴンたちの聖書を振り切ってニキニキの実の能力でどこかへワープ。ボニーとベガパンクが危機のためですねおそらく向かった先はエグヘッドだと思われます。つまり現在戦っている麦わらの一味ドクターベガパンク、ステラおよびサテライト対ですねルッチたち CP0 という対立構図に間もなく到着するキザル率いる海軍が第三勢力として加わり、さらには参戦が示唆されているヘルメッポやヒバリなどソードの面々、そしてバースリムクマ、このように5つの勢力の戦いになると予想されるので、エクヘッドにおけるベガパンク争奪戦は非常に複雑な戦いに発展していきそうなんです。本筋からはそれるんですけども、今回扉絵連載にも新情報が含まれています。なんと扉絵を飾ったのは闇金王ルフェルド。誰と思った方も多いでしょうが、思い出してほしいのがホールケーキアールの編の860話、ビッグマムのお茶会にステューシーと共に登場し、玉手箱を争奪戦の末ステューシーの志願により生死不明となっていたあの悪そうな金持ちの名前がルフェルドなんですが、今回扉絵連載ジェルマ W6 のアー無感情回遊記にてまさかの再登場。シーザークラウンとビンスモークジャッジの回想だと思われるので過去の出来事なんですが、そのサブタイトルはというと、なんと闇金王ルフェルド慈善事業平和研究所マッズ。マッズといえば家中の人であるドクターベガパンク、そしてジャッジシーザーが所属していたかつての世界最高峰の科学研究チームです。その出資者が闇金王ルフェルドだったんです。ちなみにこの闇金王という肩書きからルフェルドはミスター3こと闇金のギャルディーノとのつながりが示唆されています。そして闇といえばギャルディーノが所属しているクロスギルドに出資している闇の組織の存在が思い浮かびます。ワノ国の完結直後に差し込まれた世界情勢編にて海軍に懸賞金をかける反政府組織として登場した衝撃の新組織クロスギルド。資料格も世界最強の剣士ジュラキュール・ミホーク、元バロックワークス社長クロコダイル、バギーズデリバリー総帥バギーととんでもないビッグネームが揃っていて、最終章での活躍は間違いなく見込める組織なんですが、今のところですね反海軍という表向きの目的が分かっているぐらいで詳しい動きや裏の目的は不明。そこに今回ですね闇金王ルフェルドがマズを創設したという真実が判明。ここ最近ですね扉絵でカリブやクザンなど重要キャラが登場しては、その直後に本編に絡むということが頻繁に起こり、扉絵の重要性が増しているところに突然の再登場を果たしたルフェルドがただのちょい出しのキャラクターであるはずもない。つまりワンピースの世界で暗躍していた闇の組織が元マッズメンバーやクロスギルドを通じいよいよ表舞台に出てくるタイミングなのかもしれません。という感じで考察してきたんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。